流氷の六湖号は、かつて、北海道旅客鉄道が、専門本線網走駅シュレトコシャ駅間にいて、運行していたトロッコ列車である。本港では、道区間で現在運行されている、流氷物語号や、かつて道区間で運行されたその他の臨時列車についても触れる。原冬期に、オホーツク海沿岸まで押し寄せる。 流氷展望と縛れ体験を目的に通常より速度を遅く設定して運行される観光列車である。運行開始時は縛れ体験に重点が置かれ当時の一部車両は窓と暖房がなく毛布が用意されていた。ノロッコの名称は速度が遅いとトロッコを合わせた造語である。当初は設定期間内の週末や祝日を中心に運行されていた。 2015年11月、経営するディーゼル機関車が、老朽化し必要な数の確保が難しいこと、維持費もかかり、赤字となっていることにより、同年度当期で廃止することが報道された。しかし、観光への影響を懸念する地元から存続の強い要望があり、機関車で客車を引く方式での運行を2016年2月28日を最後に終了するものの、 来期以降は普通列車用ディーゼル車を使っての運行継続を検討するとし、2017年よりキハ54、型の専用ラッピング車2両による流氷物語号が運行されている。1月下旬から3月上旬の流氷観光期に1日、に往復運行していた。釧路湿原の6個号と同一車両を使用していた。機関車は、 しり方に位置し、知床シャリ法の先頭車両最前部には、運転台が設けられていた。下りしり発知床シャリ行き列車は、奥果て510から1から最後尾の機関車を制御して、推進運転であった。車内販売カウンター3号車にあるカウンターにおいて、乗車記念品や弁当、土産品の車内販売を行っている。そのため、 ワゴンサービスは行っていなかった。展望車には大きな窓に面したベンチ座席が設置され、オホーツク海を一望できるようになっていた。客車には、ダルマストーブが設置され、車内の売店で売られているスルメを自分で焼いて食べる、こともできた。原生花園スタンディングトレイン果て80001花旅、知床エクスプレスいずれの列車も春から夏にかけてに、設定された。 おほうつく流氷の6個号と同じ車両を使用し、1991年に運行開始。1994年の運行を最後に設定されていない。同年時点では、6月12から26日の毎日、午前に、車ャリ発網走駅を、午後に網走発車ャ行駅を、それぞれ一本運行するダイヤであった。停車駅は、以下の通り。 網走駅、北浜駅、厳正花園駅浜、小清水駅、斜里駅、木波54型500番台機動車に、専用客車を連結。2000年に運行を開始し、翌2001年には、スタンディングトレイン専用車両として、レストバーが設けられているのみで、座席はない、はて8000型が用意された。2003年の運行を最後に設定されていない。 ノースレインボーエクスプレス車両を使用し2006年に運行開始。オーロは札幌発知床車里行き、袋は網走発札幌行きで設定され、専門本線内は快速列車として運行された。2008年の運行を最後に設定されていない。s l ーツク号の試運転列車2011年から2013年にかけて、 石北本線北見駅網走駅、知床車里駅間で運行された蒸気機関車牽員による臨時列車。牽員機関車は C11207、補助機関車はで15系、客車は14系4両が使用された。いずれも6月または7月の2日間のみ運行された。初年度は SL が知床車里方を向いていたが、翌年からは、 北見方を向くようになった。毎年この2日間はオホーツクエスエルフェスタと名付けられ、しり駅前ではイベントも開催されるなど人気の列車であったが、2014年は他の地域で蒸気機関車を運行し、整備に時間がかかるとして運行を取りやめた。そのため、2013年6月23日の運行を最後に設定されていない。停車駅は、 以下の通り、2017年1月28日に運行を開始した、専門本線網走駅シュレトコシャ駅間にいて運行する臨時列車である。2020年からはキハ4 0経営北海道の恵シリーズ2両で運行されている。2016年2月28日の流氷の6個号の運行終了に伴う観光への影響を懸念する地元から、 観光列車存続の強い要望があり、JR 北海道は2017年以降の観光列車運行継続を検討した。その結果、普通列車用の機動車で観光列車を運行することとなり、オホーツク総合振興局、網走市、斜里町、小清水町との共同企画で運行されている。毎年2月上旬から3月上旬にかけて運行される。 列車の名称は、冬のオホーツクの雄大な景色から、物語を感じてほしいという思いから名付けられた。2月上旬から3月上旬の流氷観光期に、1日、二往復運行する。停車駅2020年時点での停車駅は、以下の通り。下り網走り発知床シャリー機列車は、北浜駅で、上り知床シャ車ー発網走り行き列車は、 浜越水駅で長時間停車を行い、途中駅での観光に対応する。使用車両2020年までの使用車両はキハ54、型500番台機動車2両。原則として専用ラッピングを施した車両が使用された。各座席には、クリオネのデザインが入った特製ヘッドカバーがついていた。しかし2020年10月に、専門本線内で、 キハ54-508とタンクローリーの衝突事故が発生し、翌年から使用車両が変更されている。キハ54型のラッピング車両は以下の通り、流氷物語号運行期間外には定期列車で運用される。2021年から使用を開始したキハ 40KS1700 番台機動車、北海道の恵みシリーズでは以下の2両が使用されている。 車内サービスすべての列車において、車内で、網走市観光ボランティアによる、観光案内、車内販売が行われる。JR 北海道串路支社によると、利用実績や、運行実績は、以下の通りであった。JR 北海道串路支社によると、近年の利用実績や、運行実績は、以下の通りである。ありがとうございます。